この動画ではファミリーコンピュータ、ロックマンツ、ドクター・ワイリーの謎を攻略します。攻略9回目です。前回で8体のボスを攻略できたので、今回はワイリーステージ1を攻略します。ごちゃごちゃしてるな。まず鳥が卵を落としてきます。卵が地面に落ちると大量の小鳥が襲ってくるので、落ちる前に卵を破壊します。失敗するとこうなります。クソ。壁はアイテム1かアイテム3で登っていきます。好みで選びます。地面の敵にはメタルブレードを使います。今更ですけど、こいつ気持ち悪いですよね。また壁、さっきと同じです。ここではアイテム位置を使って壁を登っていきます。メタルグレードを使います。手前のはしごからなら安全に攻撃できます。アイテム3のゲージを回復します。もうステージクリアで回復しないのでありがたいです。さっきと同じようにメタルブレードを斜めに打ちます。消極的な感じですが、これが簡単で確実でしょう。こいつは顔を出すとダッシュしてくるので、このままやり過ごします。完璧です。ここではアイテム位置を使って左上のはしごまで行きます。3個までしか出せないので端っこで出すようにします。ギリギリでした。ここから止まらず突っ走っていきます。途中メカドラゴンが追っかけてきます。最初は何もしてこないので気にせず進めます。画面のスクロールが終わるとメカドラゴンとの対決です。メカドラゴンは火を吐いてきます。足場を上下に移動して火の玉を避けつつ攻撃します。楽勝です。今回はこれで終了です。よければ次も見てください。